権力とお金手に入れた、これを守るためにどうしようってことで、そのシナリオ通りにみんな発言力の高い人を排除していった。最終的には自分たちのグリップできる人間で支配していく。で、あと洗脳プロジェクトっていうのもあります。僕もその洗脳プロジェクトのターゲットだった。どうもこんにちは、ダニエルです。こんにちは、はい、よろしくお願いします。今日はですね、元参政党員で公認取り消しにもなった、はい、現在はですね経営者である太田さんに来ていただきました、はい、よろしくお願いします。よろしくお願いします。今はどんな感じのお仕事とかをされてるんですかね。もともとカメラマンで、はい、映像の方のカメラマンなんですけども、うんうんうん、あとドラコンのプロ、ゴルフのあのドライバーの飛距離を争うという競技がありまして、はいはい、それのプロで、まあ、試合にも出てるんですが、まあ、最近はちょっと出れてないんですけども、はいはいはい、あとはそのレッスンですね、飛距離アップの講演会とかもしてます。飛距離アップの講演会とか。いや、道理でなんか胸板というか、うん、すごいですよ。いいいい厚みがすごい、まあ、あとは YouTube、はい、ニコニコという感じで SNS 展開してますね。ああ、なるほど、はい、じゃあちょっと参政党周りのことをお聞きしたいんですけども、はいはい、最初にその参政党に出会ったきっかけとか、それはどんな感じだったんですか。はい、きっかけは LINE のグループ、ある LINE のグループでこういうの出てるよと、でリンクが送られてきまして、はい、まあ、それが2022年の4月ぐらいですね。おーおー、はい、まあ、見てみると神谷総平っていうふうに出てきて、で彼の街頭演説のリンクがあったんですけど、はい、その言ってることが教育のこととか、うん、いろいろね、あの言ってますけども、もうすごく僕の考えとすごく似てるなと。おーおーおー、あ、これちょっと応援したいなと、はいはい、まず自分で見に行こうと。どうせ見るなら、まあ、YouTube やってるんで YouTube 撮影して、うん、YouTube 配信でちょっとでも拡散できたらいいかなと、うん、で行った。その動画がですね1ヶ月で100万視聴回数超えたんです。お、視聴回数稼ぎで行こうとかそんなんじゃなくて、単純にあ、いいなと思ったんで、うん、あのすごくとにかく拡散していろんな人に伝えたい、はい、そういう思いですね。はいはいはい、街頭演説行ってみようって撮ったのが参政党とのきっかけ。そうですね。そこから党員になったんですか。すぐに、すぐには党員になってないです、うん、あの基本的に配信する立場なんで、はい、中立でいたいなと、はい、うん、まあ、一応サポーター登録はしたんですけど、うん、なのであえて党員登録はしなかったんですよ、うん、公認取り消しみたいな話とかはどこの段階で出てくるんですか。その前にあの党員になってなかったので、まずオファーが来た時に、はい、まず党員にならないとダメなんですよ、はいはいはい、で運営党員じゃないと申請できないので、まず運営党員になったのが6月の28ですね、はい、でそこから公認受けて活動しだしたら、ちょうど僕が担当する選挙区っていうのが兵庫の6区なんですけども、うん、ちょっとそこでいろいろ問題があったみたいな、はいはいはい、まあ、僕は全く関係なかったんですけど、そういう問題となんかちょっと結びつけられたりとか、うん、一番の原因は取り消しになった当時っていうのは、僕はあの安倍さんの事件ありますね、はい、7.8、はい、あれの真相究明を奈良の事件現場で何度も足を運んで、へえ、撮影で検証してたんですよ、はいはいはい、ガードレールの、まあ、そうですよね、近いですよね、はい、で自分が安倍さんになってどっから撃たれたとか、まあ、いろんな検証してたんですよありますよね、こっちから撃たれたんじゃないかとか、はい、そうなんですよ、もうあれはもうフェイクでこっちじゃないかとか、いろんな説ありますもんね。でそれでいろいろ分かってきたんですよ、はいはい、まあ、その途中に奈良県警の現象の方からこれ以上踏み込んだら消されてしまうよとって言われるぐらいまでなってまして、取り消しになった時はそれが原因だと。いやでもあのオファー前からずっとやってましたよねと、うん、でちょっとなんかおかしいなと。僕からしたらもう原因は何でもいいんですよ、うん、とりあえず本部がもうダメって言ったんなら、うん、もう従うしかないんで別れましたと、うん、その後いろいろつながってきたのがいろいろ考えて、まあ、僕が講演会立ち上げて、はい、ちょっと取り消しになる1ヶ月も経ってない時なんですけども、うん、吉野俊明さんに僕の講演会発足の会でビデオ出演してもらったんですよ、はいはい、まあ、それが本部からすると気に食わなかったみたいで、うん、それが7月の26なんですけども、はいはいはい、去年なんで、はいはい、ちょうどその1ヶ月ぐらい前に吉林さんが神谷総平、吉野俊明、武田邦彦、松田学、赤尾由美のこの5レンジャーが集まって会議があったんです。でそこで神谷総平に向かっていろいろ提案をしたと。でもそれが本部側からするとクーデターって言うんですよね、うん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 、そのクーデターを起こした吉野さんと僕がつながってたということで、でその
講演会の発足の会は動画撮影したんですけども、はい、それも配信ダメって言われて、振り返るとそれが一番のきっかけです。あ、なるほど。そう考えると全部点と点がつながってくるんですよ。お、なるほど。公認取り消しっていうのはどの段階なんですか、うん、例えば投票日の何日前に公認取り消しになったとか、どういう連絡がされたとか、それはどういう感じだったんですか。そもそも衆院選に向けての候補予定者だったので、はい、まずまだ年明けても今現在2024年まだ衆院選が行われてないと、まあ、言ったら解散総選挙がいついつあるんじゃないかっていういろんな予想があったんですけど、それに合わせての候補予定者だったんです。あ、なるほど、なるほど。なのでいついつっていうのはちょっと分からないんですけど、取り消しになったのは2023年の8月17日です、はい、なので7月26日の講演会の発足会から1ヶ月も経ってないですね。あ、なるほど、そういうこと、ね、じゃあ衆院選に対してもう公認で準備しておきましょうと、そうですね、そういう段階で取り消しになったっていう感じなんですね。そうですね、街頭演説したりとかビラ配りとかそういう活動もしてました、うん、どんな感じの連絡を受けたんですか。もともと8月17日っていうのはその兵庫6区でいろいろ問題があるからっていうことで、これからについて話しましょうと、うんうん、で予定があったんですよ。で本部の F さんって方なんですけど、でその F さんと待ち合わせして、まあ、大阪なんですけど、で僕はもうこれからのことだって思って行くじゃないですか、はい、じゃあもう行ったら全然雰囲気が違うくて、はい、実はというと公認取り消しなんです、ですよ。おーおーおー、もうなんかガラーと変わったんで、おーおー、なんでなんですかと、ということでさっきみたいな話になって、まあその時はもちろん芳林さんが原因とかそういうのは一切うちには出してないんですけど、誰からの通達でどういう理由でみたいなことは言われたんですか。そこはね、危機管理って言ってましたね。危機管理の方からっていうふうに、参政党の危機管理の方から、部隊の方から問題というかがあって公認取り消しになりました。そうですね。どういう理由とかは伝えられたんですか。詳しくはないです。多分安倍さん の真相究明が原因だと思います。で濁されてるんです、うん、後になって分かったのが、僕が安倍さんの事件を追ってるっていうのは結構な方が知ってるんですよね、うん、党員の方って、うん、だからその前の時から。そうなんですよ。今何を今更みたいな。そうなんですよ、うんうんうん、でそういう意見が出てくるんで、うん、多分それでおそらく本部の方が、いや実はというと太田さん反射チェックに引っかかったんですと、そういう噂をバーって本部発信でやられてるんですよ。へえ。いやそれはないでしょうと、うんうんうん、しかももう事実無根なんで、うん、同じように反射チェックっていう言われをつけられた方が女性でもいけるんですよ。元銀行員の方で、はいはいはい、その方も事実無根なんですけど、うん、なんでそこまでしてこちらを悪者にするかなと、うん、公認取り消ししたのが正当性があるんですよって言いたいんでしょうね、うん、責められるんで、うんうん、そこはすごく嫌な思いしましたね、うん、基本的に公認取り消しに関しては特に本部が決めるなら仕方ないと思ってたんですけど、その後そういうふうにされるっていうのはすごくちょっと残念な感じはあります。あ、なるほど、うん、ちなみに賛成党公認取り消しとかなんか、うん、SNS とかでよく聞くじゃないですか、うん、賛成党の公認取り消しされた人って何人ぐらいいるんですか今まで。何人でしょうね。もうなんかいっぱい出てきてるので、うん、ちょっとわからないですね。僕がその当時は結構立て続けに取り消しってなってましたね。うん、僕の前の日か2日前ぐらいに一人女性の方、その人も反射チェックで言われた方です、はいはい、そこから立て続けに何人かこうパーッと取り消しになったり、はいはい、それもね皆さん言い方ばっかりなんですよ。全然その悪い要素がない方ばっかりなんですよ、うん、なんでかなっていう。で僕の場合は YouTube やってるんで、うん、YouTube で発信してるんで、はい、自らこういうことがありましたっていうのを皆さんに知ってもらえるんですけど、はい、それ発信力のない方は分からないまま埋もれちゃうんですよ、うん、僕は発信してる責任もあるし、うん、説明責任もあると思ったんで、うん、まあこういう形で取り消しになりましたと、まあ、これからまた変わらず応援していきますとっていう形で動画も流してるんですよ、うん、それをもう完全に離党ってなったのはいつぐらいなんですか。取り消しの報告を受けたその日に離党しますって言いました、うんうんうん、それなぜかというと嫌になってるじゃないんですよ。元に戻りますと、元の YouTube の発信で賛成と応援していきますと、うん、元通り中立の立場でやりたいので、うん、嫌になって辞めるんじゃなくて離党はさせてもらいますと、うん、手続きはまあ何日か後でしたけども、うん、もうその日に通達されてきた方には言いました。ああ、なるほどなるほど。
公認で活動してきた時に、うん、支部とか事務局とかの通達とか、なんか違和感を感じたこととかって何かありました？いや、もう違和感はその前からあったね。お、前から。どんな違和感ですか？いや、その、もともと後援会も兵庫県連が太田さん後援会立ち上げてくださいと、はい、って言ってきたのに、あ、分かりましたと。で、蓋開けたら18人しか入れない箱なんですよ。おーおーおー。いや、こんなん告知していっぱい来たらどうするんですかと、うん、まあ、来なかったらどうするっていうのもあるんですけど、うん、じゃあとりあえず党員の人で、せっかくなんでこの18人だけにね、やっても仕方ないんで、あの、せっかく YouTube してるんで、うん、これで配信しますと、うん、これ許可はもらってるんですよ、うん、にもかかわらず終わってからそれが配信ダメって言われたんです。へえ。まあ、これはおそらく吉林さんが関わってたから、はい、しかもその内容がすごく良かったんですよ。このすごい内容、多分もうその時には取り消しの方向が決まってたんじゃないかなと、うん、だからすごいこのまとまってる、かっちゃんがこんだけまとめてこんだけ勢いつけようとしてるこの動画を出されたら、出された後に取り消しっていうのはなかなか言いにくいんで、うん、だから止められたと思うんですよ。あ、なるほど、うん、なるほど。それが一番おかしいなと思ったのがきっかけですね。うーん、他にもいろいろありますけど、基本的に僕あんまり気にしないんで、うん、ただその後も参政党を応援する YouTube 配信をずっと続けてたんですよ、はいはいはい、で別に何の恨みもなくて、うん、取り消しは取り消し、応援は応援って、まあ、切り替えてやってたんですけど、まあ、その通達してきた人がそのヨシリンでずっと連絡をしてくるんですよ。でその時にヨシリンさんとか武田さんとか松田さんとか赤尾さんの悪口をバンバン言ってくるんですよ。はいはいはい。どんな悪口なんですか？武田さんは地方が入ってるんですとか、おで何々さんは元ヤクザなんですとかね、はいはい、ヨシリンさんは医者になりたかったから医者の真似をしてるんだとかね松田さんは人気がない、嫌われてるとかね、もうどうでもいいようなことをね毎回言ってくるんですよ、うんうん、1回だけじゃなくて、うん、基本的に僕そういう文句を言う、愚痴を言う人ってあんまり好きじゃないんで、うん、とりあえずスルーしてて、で、まあ、黙ってたんですよ。本部の人がね、しかも神谷総平にすごく近いナンバー2のポジションの人間がそういうことを言っていると。松田さん、武田さん、吉林さん、赤尾さんっていうのは参院選ですごく頑張られて、うん、参政党を拡大してきたんですよね。そういう功績のある方をそこまで文句言うっていうのはちょっと僕は許せない感じはありました、うん、でもまあこれはまあ聞いたことは人に言わずにもう自分で黙っとこうとって思ってたんですけど、ある時視聴者の方から連絡が DM が来まして、はい、いやこんなことあるんですけどと、音声データが送られてきたんですよ、はいはい、でその音声データが全国支部長会議で、はい、その F さんが同じことを言ってるんですよ、うん、元々メンバーとかの悪口を。そうです。おーえーってなって、うん、僕個人に言うんやったらね、まあ何でも愚痴聞いてそれすっきりしてもらえたらいいけども、いやこれ全国のウェビナーで党員に言ったらあかんでしょうと、うん、国政政党のねそういう立場の人が、その隣にまた神谷総平がまたいて、うんうんってうなずいてたりするんですよいやおかしいでしょってなって、でこれ何か内部的な謀略があるなってめちゃくちゃ感じたんですよ、はい、僕はそもそもあのオファーを受けた時に、まあ、YouTube とニコニコで国会への道っていう企画を考えたんですよ。おいおいおい。だから電話とかその面談とか全部そのやり取りとかも全部残してるって、うんうんうん、で電話も全部録音してるんですよ。へえ。それを後々配信するために、はい、まあ、配信するためにあのメモとしてね、はい、記憶を思い起こさせるために、だから F さんの言ってるのも全部録音してるんですよ、はい、あのもうちょっとこれほっとけないなってことでそれを公開したんですよ、はいはいはい、YouTube で、はいはい、その後に、まあ、神谷総平氏と一対一あの会談をする機会を作っていただいて、うん、で僕もいろいろ訴えたんですよ、うん、でそこには危機管理の部長もいてました。向こうは2人で、はい、こっちはあの山岡哲秀さん、はい、文化人放送に出てる方ですね。喋ってるのは僕と神谷総平この2人だけです。でいろいろ訴えたんですけど結局あまり伝わらなかったっていうか、その神谷さんとのあれは公認取り消し前ですか？取り消し後です。取り消し後に、はい、その機会がセッティングされたんですね、うん、そうそう、取り消し後に僕がその F さんの通話録音を YouTube で公開する前にニコニコで、はいはい、あのブログでアップしたんですね、はいはい、でちょっと太田さんがちょっとおかしくなりそうになってるって向こうは見てるんですよ、はい、で僕は内部謀略がある神谷さん騙されてるかもしれないよって伝えたかったんですよ、うんうん、でそういう会談を設けてもらって、うん、
でも実は彼が騙されてるんじゃなくて彼が黒幕だったと。おそれはどこで感じたんですか、彼が黒幕だったみたいな。結局何をするにしても最終決定は彼がするんですよ、うん、さっき言ってた全国支部長会議で F さんという人が悪口言いますよね、はい、普通やったらやめとけと、うん、止めるじゃないですか、うん、うんうんって聞いてるんですから、うん、ということは神谷総平がの意向でやってるんですよね。ああなるほど。僕はでもそれは信じたくなかったんですよ、うん、なんか騙されてるんじゃないかと、はい、周りに騙されてるんじゃないか、はいはい、内部で暴力があるんじゃないか、うん、亀井さんはあくまでいい人で、そう亀井さん騙されてますよみたいなのを言おうとしたら、でもいろ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 考えたんですけど、いやこれ結局彼もうんうんって言ってるし、うん、最終決定しな彼が決めるんで、うん、彼が黒幕って考えたら全部つながって腑に落ちると。あなるほど。でこれはちょっと止めないといけないなってことで、うん、僕はもう参政党応援できないですと、うん、というのは参政党がもう別の組織に変わっちゃったと、うん、でひょっとしたら参政党できる前から彼が龍馬プロジェクト時代からこういう形を作るっていうシナリオができてたんじゃないかなと。おでそのシナリオ通りにその有力な発言力の高い方ヨシリンさんとか武田さんとかを辞めさせて、最終的には自分たち のグリップできる人間で支配していくと。そう考えたらまた全部つながってきます。ああなるほど。じゃあもう最初からシナリオがあって、そういう人気のある武田先生とか吉野先生とか集めて票を取って、あとはもう切って自分たちで規約とか含めて全部決めてみたいな、それがもうシナリオとしてあったんじゃないか。そうなんです。おうおう。いや多分前回吉田さん出られましたね。あ、はい、吉田さん多分その規約のこと多分言われてたんですよ。そうですね、多分その規約を変えていったっていうのも全部シナリオがあったんじゃないかなと。うん、自分たちの支配しやすい形を作るために初めから参政党できる前からシナリオを作ってたのか、もしくは参院選後こういう形にしていこうって言ってシナリオを作ったのか、このどっちかですね、うん、そうやって支配したい理由みたいなところはどこら辺だと思いますか。例えばこの政治で甘い汁をすりたいとか、あとはもう別動大切とか、うんうん、なんかこう統一教会の息がかかってるとか、うん、ディープステートが新しく反コロナの人たちを取り組むために作ったとか、うん、いろんな説があるじゃないですか。今おっしゃったこと全部可能性はあるんですよ、はい、ただ僕はそれ憶測ではあまり言いたくないので、うん、可能性はある、うん、でいろいろ調べるといろいろつながっていくんですよ、うん、でも憶測で喋っても仕方ないので、うん、僕が唯一感じているのは、彼は参院選終わって次衆院選に出ると、そのために次の次点の方に譲るという形で言ってきたのを未だ参議院議員として居座ってるんですよね、うん、結局自分のポジションを確立するためです。あなるほど。で国政政党になりました、うん、参院選の後ですね。で国会議員になりました。で国政政党で政党助成金も来ます、はい、クーデターを起こして自分が代表になりましたと。松田さんを下ろして自分が代表になると、権力とお金手に入れたと、うん、さあこれを守るためにどうしようってことで、そのシナリオ通りにみんな発言力の高い人を排除していったと。最終的にグリップできてる人間っていうのはほとんどが龍馬プロジェクトの人間なんですよ。うーんが多いんですよ、はいはい、うん、だから龍馬プロジェクト時代からシナリオがあったんじゃないかなっていうのもつながりますし、あ要するに自分のそのポジションも守るためですよ、うん、だから僕彼は日本のためとか口では言いますよ、うん、未来の子供たちのためにとか、うん、口では言うんですけど結局は自分のためなんです。お例えば子供の写真とか彼フェイスブックでバンバン出してるんですよ。あよくありますね、はい、家族で、うん、忙しい中時間を取って旅行に行きましたみたいな、はい、結構上げてますね。あれは彼の戦略なんですよ、うん、これ彼が言ってたんですよ、うん、これ直接聞いたんじゃなくて近くにいてた人に聞いたんですけど、うん、いやこれ戦略ですよと、うん、家族出したらみんな支持してくれるんですよ、うん、言ったらこれ幸せプロジェクトなんですであと洗脳プロジェクトっていうのもありまして、うん、武田さんとか吉林さんとか赤尾さんとかに洗脳していくんですよ、ね、本部の方にグリップできるような形で洗脳していくと。その一つにその F さんが僕に散々言ってきたのは、僕もその洗脳プロジェクトのターゲットだったと思うと全部つながるんですよ。あなるほど。あの人たちは悪者だと。そうなんですよ、うんうんうん、で彼らがバーンと辞めた時に、うん、僕がそっちにつかないように、うん、僕に先に彼らの悪口を吹き込んでおいて、
本部側に取り込むと、うん、そう感じたんですよ。あ、なるほど。でも結構冷静に俯瞰して見てたんで、うん、洗脳されることはなかったんですけど、うん、逆に不信しか出なかったです、うんうん、そうやってこう戦略的にやっていく噂とか、うん、吹き込むのがむしろ不信感しかなかった。そうです。ほうほう。不信感と、あと国政政党がその立場の人がそんなことするみたいな、うん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 、これはあかんやろっていうことで、もう立ち上がるしかないなと、うん、もう批判を覚悟で立ち上がるしかないなと、はい、いうことでその録音をバーンって公開したんです、はいはいはい、そこからバーンってこう盛り上がって、はい、でちょうど同じタイミングで武田さんが参政党の執行部に騙されたっていうふうな、はい、そうありましたね。もうあそこ本事務局やばいぞみたいな。そうなんですよ。でこれ全然打ち合わせも何もしないです。たまたまですよ、うん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 、でこの相乗効果で離党者も増えたりって感じになってますね。あ、はい、じゃあ今もう参政党、うん、もうこれ実態やばいぞと、うん、その正義感みたいなもので結構発信されてるみたいな、うん、そんな感じなんですね、はい、結構あれですか、アンチとかいろんな人とか湧いてきたりしますか。めちゃくちゃ湧いてますね、はい、でも僕あんまそんな気にしないんですよ、うん、もうどんだけ言われようが、うん、何ともないです。ただ録音を公開してるっていう行為は自分ですごく邪道だと思ってるんで、うん、邪道なことを自分がしてるっていう自分を責めるっていうのは毎日あります、うん、でも正義のために正していくためには誰かが悪魔にならないといけないかなと、うん、悪魔には悪魔ので対応するしかないかなっていうので自分を鼓舞してやってます、うん、なるほど。ちなみにその文春の元公設秘書自殺をしたとか、うん、まあ、そこら辺の話とかがあるじゃないですか。その内部のパワハラとか、うん、そういう雰囲気感とかはどんな感じだったんですか。そういう雰囲気はありました、うんうん、ただ僕は直接は見てないですよ。ただ彼がもうこんな感じで入ってくるんですよ。あの研修とか行ってもこんな感じで、うん、神谷さんが、はい、おうおう、ああ、なんか国会議員になったらもうすごいこんな風になるねんなと、うん、っていう感じはありました。ああ、なるほど。ただ雰囲気で。そうです。僕は実際そのパワハラの現場とか見てないので、あの憶測でも言えないですし、ただあり得るだろうなっていうのは肌で感じてました、うんうんうん、あとそれとは別にその近い存在の方とか、あの支部長さんとかいろいろ話を聞いて、そういうのが実際あったとっていうのはいろいろ聞きましたし、とにかくね、意見を言えないんですよ、うん、例えばその2023年の6月23日に5レンジャーの中で4レンジャーがクーデターを起こしたと、まあ、これさっきも言ったように意見言ってるだけなんですけど、うん、それをクーデターって言うんですよね、うん、その何ヶ月か前の3月ぐらいにある地方でエリアを分割すると、で支部長を新しく決めると、でそれで多数決で決まったんですよ、うん、で多数決で支部長決まったのに、これクーデターって言うんですよ、本部から。うんうん、なんでかって言ったら、支部長は神谷総平が決めるんだと、君たちが勝手に民主主義的なやり方で決めようが、それはもうクーデターだって言って、うんうん、もうみんな開いた口が塞がらない状態です。お、支部長をみんなでちょっと選挙というか、そうです、あの 多数決で決めたのに、神谷総平俺が決めるぞって却下されてしまったと、うん、そうです。お、神谷総平が決めるところを君たちは勝手にそうやって多数決で決めたんだと、だから君たちはクーデターを起こしたんだってなるんですよ。だってそもそも参政党って政治に参加する政党って言って、そういう触れ込みでやってきたんで、はい、で政党 DIY とかね、みんなで作るって散々言ってきて、うん、結局特に参院選終わってからは完全にそういうのはなくなりましたね、はい、うん、それはもうみんな言ってます。だからみんな離れてるのはそこです。もう組織が変わったと、でまず神谷総平がガラッと変わっちゃったと、うん、本部も変わったし、うんうん、だから自分たちのポジションを守るためなら、うん、どんだけの善人でも蹴落としていくんですよね、うん、ボッコボコにして蹴落としていくっていうのはすごく感じますね、うんうん、これ参政党が今後良くなる道っていうのはあるんですか。僕は神谷総平が変われば良くなるかなと思ってたんですよ、はい、で僕も努力しました。彼に直訴しましたし、うん、でももう無理だなと、これ彼変わらないなと、うん、だから彼が変わるのはもう期待せずに、まず会議で彼が辞めること、うん、でその本部の執行部が辞めること、そしたらまた一つになると思います。うん、辞めてそこら辺のもう元締めとかも全員辞めないともう参政党厳しいんじゃないかと。そうですね、もうそこまでしないと飛躍できないところまで来てますね、うんうん、
一般の党員の方はほとんどの方いい人がばっかりなんですよね、うん、候補予定者の人もすごくそれぞれ頑張ってますし、それはそれで応援したいと思ってるんですけど、でもその上層部が居座り続けてると結局全部みんなも同じになっちゃうんですよね、うんうん、だからまずその上層部が辞めない限りはもうダメなの。ああ、なるほど。ということで今日は元参政党公認取り消しにもなった太田さんに来ていただきました、はい、ありがとうございました。どうもありがとうございました。どうも。